たけしさん、この後はケイシー高峰さんが登場しますよ。あのケイシー高峰コーナーでお世話になりっぱなしだな。やたらとセックスの上手なメスザメのことを我々映画業界ではトコ上手と言います。ブラッチェ、ケイシー師匠、その説ありがとうございました。さあ、そういうわけで今日も11時半からグラッチェと生放送、はい、ラジオビバリーヒルズ。お相手がお相手は私、松村邦弘と、はい、日本放送増田みのりです。さあ、そしてですね、はい、今から駆けつけてくれました、さあスペシャルゲスト、今日のスペシャルゲストは、はい、ケイシー高峰さんです。こんにちは、はい、よろしくお願いします。お世話になります。ちょっと首相な顔、今本番直前とはえらい違いじゃないですか。いや、やっぱりね、うん、疲れました。ご苦労さん、本当に、ね、本当にね、今もう話伺ったんで大変ですよね。大変ですね。今現状いわきの方、はい、ちょっとじゃあまずね、そのお話からちょっと伺いたいんですが、いわきの方は、はい、この間やっぱりまた大きいの来ましたね、2度目の、うん、2度目の地震で、うん、相当やっぱ被害が多かったですね、はいはい、で原発ももっと、ちょっとおかしくなったしね。そうですよね、うん、でレベルが7になったでしょ、うん、そうです、これで発表になりましたね、はいはい、それで発表する連中はレベルが0なんですね、これ。そう、なんか先生、これは困っちゃう。いや、連中は発表しっぱなしですけどね、こっちは ねたまんないですよね。そうですよね、フォローは、うんうん、ただあの被災者の方々がね、一番困ってるのはやっぱり精神的に、はい、もうがっくりきてるんだよね。ああ、精神的に。だから、うん、やっぱりあの、うん、福島医大の神経内科の先生なんかね、はいはい、あのこっち、うん、来てくださるようにお願いしてるんですよね、うん、なかなかやっぱりその都合つかないのね、うんうん、だから一人の先生でやっぱり1日100人以上見たりなんかする、うん、先生の方が参っちゃうみたいなね、うん、先生が本当逆にね、うん、たくさんいるから、ね、ただやっぱり相談なさった被災者の方は安心するんだよね、うん、そうですよね、聞いていただくとか、うん、いろんなことで安堵感が言うとね、ほっとしますもんね、逆にね、ストレスが溜まってくると、ね、聞いてもらえると、うん、犯罪起きかねないのと、はいはい、もう一つは自殺する方もいらっしゃるね。それはやっぱり防止するためには精神的な問題ね、これから、いくら私が出てってね、未知なお話したってね、うん、もうそういう方聞きませんから、今もう笑う余裕もないですよね、うんうんうん、だからもう、うん、本当にがっくりきてるのは80過ぎの方々一番がっくりきてるね、うん、で亡くなった方々も80以上の方多いんですよ、いわきは。いわきは、どうしてあの小名浜とか、うん、あの魚が取れる漁港の方、はいはい、みんな高齢者が多い、高齢者が多いから、で喜んだバカがいるの、うん、厚生省の年金課が喜んでるんですか。喜んでるらしいんですよ、陰では。はあ、年金を加減することないから、高齢者が亡くなったからって。そうそうそう、ざけたこと言ってますね、本当に失礼だ、あいつら更生してほしいね、本当ですよね、本当ですよ。で、ケイシさんの身の回りってのはどんな状態ですか、いわきの。ケイシさんどこなんですか。いわきの、いわきの泉ってとこ、はい、泉、はいはいはい、ですよね、うん、高台ですからね、ちょっと高台なんですね、津波は大丈夫だったんですね、うん、ただやっぱり物はすごいです、壊れちゃう、はいはいはい、うんうんうん、もう食器はほとんど行かれました ね、いい食器いっぱいお持ちだったんですよね。あのしかもあのケイシさんが稼いだ食器で、だから今から40年ぐらい前、一番稼いだ時、稼いだ時グラッチェセニョールでギャラがいっぱい入った高い食器を買ったの、はい、それがもうお金は全部食器に費やしてや、そうだったら、ね、神さんが言うこといいや、こんな食器なんかよりもあんたの生食器が大事ちょっと神さんそう言いましたか。言いました、あなたの生食器が大事と、こんな食器なんか一度もね、もう偉いんですよ、うちの神さん、うん、はい、なんかってと被災地行って、今度何が欲しい何が欲しいって聞いて、ここでリクエストに答えるようにして聞いて回って、やっぱりご婦人の方々下着がはいはい、そうですね、はいはいはい、うん、大きいエルなんて方いらっしゃって、ね、LL、うん、松村君みたいな女性いますからね、こういう女性が、うん、いらっしゃいますね、うんうん、わざわざ1時間ぐらいかけてね、スーパーに買い物行くんですよ、うん、ありがたいですね、うん、この間もなんかね、日テレと CX かな、うん、なんかあの炊き出しやってるとこって言ったら、うちのカメラ、あ、そういうキャメラ君なら私やらないって言ってね、取材したいってダメなんですけど、女房は、うん、人に見せられるような顔じゃないしね、また、うん、いやいや、やっぱり奥ゆかしい、もう見たらびっくりしようぜって、クリビス、おクリビス仰天ですよ、クリビス仰天、いた踊ろう、そう、いた踊ろう、伊豆井ピンコさんにピザが好きだよ、よくケイシーさんね、顔が悪性ですとか言ってもね、だからそうかそう、東電の方がね、うん、一番腹立ったことが一つあるんですよ、はい、放射能をかぶったらどんな顔なんですかって、東電のやつがケイシー高峰みたいな顔になるんですよ。本当ですか、そんなこと言ったんですか、え、
これ放射能の顔かねえ、いやひどいですね、私たちは人の心がないです ね、 ないね、言ってることにね。今ライフラインとしてはどうなんですか、うん、電気、水道、ガス、あの、ね、であの水もまた止まりました。また、うん、止まりました。で電気も止まりました。で翌月から母ちゃんの生理も止まりました。それだいぶ前から止まったんじゃないですか。40年前。それは昔の前じゃないですか。地震のせいにしちゃダメ。それは地震のせいにしちゃダメ。でもね、本当に1日ね、うん、震度5、6が、はい、ね、3時間来るんですよ。5630って言ってね。5630そういうこと、そういうことですか。いやいやいや、マジで見てても本当にやっぱり速報がね、福島、ね、速報もやっぱりね、福島多いですもんね。テレビ見ても、ね、うん、あの辺多いですよね。東京でも最近1日2回来ますからですね。いやいや、そんなもんじゃないよ、これ、ね、ところは。今もじゃあ避難所にいらっしゃる方というのは、ああ、おります、おります。終わりが見えずにずっといらっしゃるわけですよね。食料なんかどうなってるんですか。だから食料がね、はい、僕は栄養状態が本当に心配なの。はいはい、うん、もう毎回おむすびとか、うん、ねえ、あったかいものを食べたいでしょうし、ね、でバランス取れてないでしょ。そうですね、体ね。だからこういう時こそ、うん、日本全国のサプリメントの会社が、うん、なんでああいうものを送ってくださるの。ああ、そうですよね、サプリメントの会社がね。だからその点やっぱり一番嬉しかったのはね、いわきの地元の大きなスーパーあるんですよ、そのスーパーの名前は言えませんけど、マルトっていうところです。そこはね、一応からね、薬品から全部提供していただいて。ああ、ありがたいですね。これはありがたいですね、やっぱり地元のスーパーだけあって、うん、もういちごからね、もう天ぷらの果てからなんから、天ぷらまでもうコロッケからなんか、全部ですよ。もう涙出ましたね。支援ということで、ね、ありがたかったですよ。はい、ケイさんご夫妻でね、炊き出しやってるなんだから。ね、この前も高田小学校の代わりお肉を買って帰られて、そうそうですね、それで帰られて、そしたらもうちょうどそこの副大の福島医大の先生方が診療してたの、十、うん、何人かな、うん、で朝から何も食べてらっしゃらなかったの、先生方がパッと顔見て、もうでした、もうでしたって一番綺麗な女医さんが来るんですよ、デレデレしてますよ、ケイシーさん。その方だけ呼んでね、うん、舞茸ご飯と豚、豚汁作ったの、うん、その方だけ。いや、最初にね、最初にね、美味しい、美味しい、喜ばれでしょう。うちの神さんいない時に呼んでね、外豚汁をね、豚汁を、いいね、そういうのが一番パワーになりますからね、男の。そうそうそう、そういうことで、もみんな美味しいってね、いただいて出すってありがたかったね。本当に長い戦いになりますから。本当に長いですね。分かりませんもん。ね、長いですもんね、これ。で、相馬とかね、一番ひどいとこから来てるんですもん。うん、浪江とか相馬から。の避難の方がいわきの方にいらっしゃるんですね。そうです。で、あそこはもう、避難指示で入れないですもんね。放射能で。今立ち入れてきないんで。今、平と上野間が、はい、常磐線が通らない。電車も止まってる。今、あの、各駅電車みたいななんかあるけども、ほとんど通らない。海賊は。な、常磐線もそうだけどもね、放射線だよ、問題は。ね、これが、先が見えないですもんね。ね、本当日々、じゃあ、ケイシさんも今戦っておりますが、まあ、改めて、今更ではございますが、一体ケイシさんはどんな方なのか、せっかくプロフィール書いてありますから、ね、はい、人となりをご紹介させていただきます。はい。ケイシさん、懐かしい歌、かかってますよ、ほら。本日のゲスト、稼いだ頃のケイシー高峰さん、本名ではありません。ケイシーさんの本名は、うん、門脇貞夫さん。門脇貞夫ですか。山形県最上町出身で、お父様は海外を飛び回っていた商社マン、そしてお母様は江戸時代から代々続くお医者さんの家系に生まれ、自らも医師としてお医者さんのいない村で開業、生涯にわたって地域に貢献され、女赤ひげと呼ばれた門脇静雄さん。富さんともらう前に亡くなってしまった。くんごとは全部前に。そうですか。くんさんと歌う前に亡くなっちゃった。100歳から。100歳。100歳です。ねえ。これ素晴らしい。長寿でした。したね、はい。お兄さんやお姉さんもお医者さんや歯医者さんになられて、ケイシーさんも当然のように日本大学医学部に入学されますが、教授と折りが合わず、勉強よりもモダンジャズに夢中になり、ついに途中で芸術学部に転部されます。これ教授というよりも、ね、教授というのはね、もう医者の
集まりってのはね、その人の筋より強いですから。白い巨頭ですよね、だから。あ、白い巨頭、はい、もう逆らったらもうダメ。あ、うん、どこで開業しようと何しようとね、ダメ、集中攻撃される。あら、もう財前五郎、もうすごいですよ、世界ですね、うん、もうで、ちょっとじゃあヤクザより強いところだ。強い。じゃあ折り合わないね。ちょっと難しいかなと思って。そうね。刑事ではじゃあ折り合わないわこれ。ちょっと逆らうとそうだ、ね、はい。逆に日大というのは医学部から芸術学部に転部というのもできるんですか、自由に。自由にできる。その代わり稽古は大丈夫ですかって言われる。稽古だから。まずこっちだから。お金。お金。芸術学部はね、芸術学部は。芸術はお金かかるんだよ。でも医学部の方がお金かかるじゃないですか。いや、芸術もお金かかるんだよ。医者のうちだから大丈夫とは大きく言われる。そういうことですね。はい、そんなんで大丈夫ですか。そして、高田先生の先輩になられたわけですね、うん、芸術学部です、うん、ジャズにハマったのはお父さんが外国で買ってこられたラテンやジャズのレコードを聴いて育ったのも関係あるとか、ね、うん、在学中からクラブの司会などもされていましたが、漫才師リーガル天才さんに弟子入りして漫才コンビ大空遥か彼方の彼方として活動されますが、彼方としてほどなく解散、彼方としてってのピン芸人としてやっていこうという時に思ったのが、医学部を辞めた時に感動されたお母さんの顔、医者にはなれなかったけど白衣を着た自分を見せてあげたいと始められたのがお色気意地漫談。これが当たったのよ、ね、ドクターが主人公の人気テレビドラマベン・ケイシーにあやかり、うん、ケイシー高峰という名前が誕生しました。それはもう当たったね。その後セニョリータ、グラッチェなど怪しげなラテン系単語と魅力あふれる医学ネタ話芸で大ブレイク。現在も福島県いわき市を拠点に人々をエロと笑いで癒し続けていらっしゃいます。はい、お母さんの100歳まで。そうです。ねえ、すごいです。そう、お母さんのその感動みたいなのはなんかもう溶けたんですか。あの、もう溶けてね、うん、お母さんの感動溶けた時に、うん、ちょうど、うん、この隣でやってましたビデオホール、ビデオホール、そこであの、はい、お昼のゴールデンショー、そうです、ホリアムちゃんとやってて、はいはいね、その時に山形の方にオンエアされること、放送されたわけですね、はいはい、うん、その時僕に全然内緒で母親と電話つないで、うん、それでびっくりしたの。まだお前生でつながったんですか、うん、まだこんなことやってんのかって思われて、うんうん、でもテレビ出るようになったし NHK なんかも出るようになったから、うん、認めてくれるのかなと思ってたの、うんうん、だからそれからまた3年ぐらいかかりましたね。あ、なんだか昔の方はそうですよね、うん、だから医者のうちからね、そうね、なんていうとね、禁止用語だけど河原なんとこは来ないでくれ、うんね、来ないでくれって、みんな周り本職な医者だから、ケイシさんだけディアドクターだから、そうそう、ディアドクターですね、ディアドクター、2世医者で2世医者ですよね、みんな本物だからね、うん、家族中がね、もうみっともないから来ないでくれって、じゃ厳しかったですね。だいたい14年ですか。14年感動、感動が、ね、もう感動の巨編ってやつですね。14年も長かったらね、俺も感動しちゃった、感動しちゃったよ、はい、でもね、うん、それでやっぱり認められてと、うん、ね、でも白衣を着て、はい、ね、やってらっしゃるんですもんね。びっくりしました、私生で高田小学校拝見して、あ、ね、さも若い子はお医者さんみたいなケースは知らないから、いきなり出てきた新しい、あ、新人老けたって思って、老けた新人たちなんですけど、新しいわねって、この医者漫談ってさもお医者さんのね専門用語使ったりっちょっと聞いてしまったところで、ね、もうエロですよ、まあ、ちょっとみたいな、ね、みのりちゃんとか鶴瓶さんのディアドクターの先なんだよね。そうだよ、体験がね、そういう時代なんですよ、ね、だ若い子は、ね、そうなの、この間のね、うちの母なんかやっぱりね、あの婦人科医と泌尿器科とかいろんなやっぱ無医村だったからね、女子大の今の女子医専だったよね、はい、2回目の卒業生ですから。そうですか。吉岡弥生っていう創立者から習った人だから、だからやっぱりあのものすごくやっぱりあのなんか人を助けるってことには、ね、意識も高いでしょう。で、母親が現役の頃は僕はもう小学校で学校の指定やってましたから、うん、お医者さん、だから本当に母と会うのはね、なんか検診だとか、そう、学校の検診だとか診断検診、はい、その時しか会わなかったね。お忙しかったんですね、母さんと出会うのは。家のことは帰り水に来たんですね。知らないですね、忙しいから。それから東小国村っていうところだったの、最上町が、それから最上町になって、で村会議員やって町会議員になって、議員さんも、議員もあるそうで、俺加藤静江さんと、はい、同じ静江だってんで、ずいぶん文通の手紙をたくさんありました。へえ、そういうお母様なんだね。え、でもともと山形県でいらっしゃったんですが、はい、今お住まいは福島のいわきですよね。
いつ頃お引っ越しされたんですか。今からもう24年になりますか。いや長いんですよね、もうね、福島行ってからね、はいはい、うんうんうん。それなんでまた福島の子供とは。これはね、うちのやっぱ姉の子供が、はい、あの外科医なんでね、はい、でそれがリタイアする前に、うん、いいとこ見つけたって言うんで、うんうん、浮気行ったの。うちの神様も、うん、行ったの、うん、じゃあここ買うからって、うん、ここで開業するからって、うん、ところはあの病院の方では、うん、リタイアしないでくれ、うん、お前は、まあ、もっといてほしいって病院で、うん、だからそのうちの甥っ子ったらあのヒデとロザンナ、はいはい、ヒデをオペやったの。あ、亡くなったヒデさんの、うんうんうん、もう明らかに残念ながら、うんうん、もう転移がひどくてダメだったし、ね、で結局本人の甥っ子は買わないで、うん、お兄様あんた買ってくれあんた買ってくれって言われて、で結局じゃあそこに住むようになった、うん、だから稼いだから全部そこに突っ込んだ全部突っ込んじゃった福島にね、これそれでですか。で340坪、はい、すごい結構広いですからね。海底ですね。うん、海底で、海底でね。それも長いですから、ご近所付き合いとか、皆さんね。それが長いでしょ、密度がね、付き合い方が。だから農家の方が多いんでね、うん、お米はいただく、野菜いただくでしょ。うん、はい。ところはこういう風評被害でしょ、うん、もう本当にこのラジオでもね言ってちょうだい、本当にお願いです、です安心なんですよ、大丈夫だって、ね、大丈夫なんです、大丈夫、食べて食べて大丈夫です。あのカンナオスさんもあのねやっぱり大丈夫だって言いながらでも買っちゃいけないっていうことを言うからいけないんだよ。そうですよね。だって母さんなんてあの厚生大臣の時は会話で食べたりなんか、本当は飯舘村に来て食べてくれって、いやそれをやった方が僕もいいと思いますけどね。だから飯舘村に国会をあそこ建てる、うん、国会議事堂、本当ですよ、ね、で東電の人たちもあそこ飯舘村から全部中継やるってことするんだ、うん、そうですね、残ってらっしゃる方いるんですよ。いるわけですよね。まだ残って頑張ってね、残ってね。菅さんがなんか20年、30年住めなくなるとか言ったでしょ。言ったよ、けど。村長泣いてましたよ。うわ、うん、一番怒ってるのは福島県の知事、佐藤さん。はい、あと、うちのいわきの渡辺さん、はい、怒ってますよ。うん。うん、本当風評被害ですよね。風評被害もいいとこ、だから、まあ、首都圏に住む私たちができることといえばそういうものに惑わされずに、そうですそうです、ね、うん、出てるものも安心安全なものですから、ね、ね、先生ね、いわき の, あの野菜は、うん、新橋にいわき市場があるんですよ、うん、そこで新橋の駅までやってます野菜、うん、この間私あの出てくれたどうしても都合つかなくて、うん、新橋にあるんですね、うん、でいろんな方なんか出演していただいて、はい、ぜひあの買ってください。ほうれん草でも、ね、はい、だいぶ前に経営者からね、お魚をね、いわきの一泊粒いただいて、はい、もう毎日食べてますから、ね、いや、あ、先生とこ、ただわれは放射能入ってる、うん、ルーを入ってやめてください特別にね、レベル7のそうだ、毎日元気元気頭食ってるから元気さあそこで今日3つ選んでくれました、はい、アンケートをケイシーさんにお答えいただきました、ねはい、今グラッチャと言いたい人ベスト3、ね、ということです。聞いてみましょう、はい、まず第3位ははい、じゃあでしょうか。グラッチャは北村総一郎さん、はい、これはまたあのね、うん、いち早く電話くださったの。あ、そう、今回、うん、総ちゃんとは結構2時間ドラマやなんかね、はい、ずっとお仕事一緒で、ね、はい、これ第一発、うん、生きてる、ケイちゃん、生きてるの、生きてる、本人出てるの、生きてる、ケイちゃんか、ケイちゃんか、北村さん、生きてるの、生きてるの、ありがたいですね、ありがたいですね。でも、最初は電話が通じにくかったりしますよね。そうですね、なかなか繋がらなかったから、何度も何度も、ずっと圏外だったですもんね。そうです、それでやっぱりあと、ね、遠山金さんだとか、うん、藤田誠さんの2時間ドラマだった、はい、有名な吉川一芳監督さん、はい、この人からも年中電話をいただいて、うん、お水をたくさん送っていただいてね、うん、ありがたかった、ね、嬉しいですね、こういう時ね。もうお水が出ないのが一番不便ですね。お米も炊けない、はい、お手洗いもダメ、うんうん、だから一番困る、うん、じゃあ今グラッチを言いたい人、まず3位が北村さんと、はい、はい、で続いてグラッチェと言いたい人第2位は角地加子さん。おお、また色っぽくなりましたね、はい、ちょっと綺麗どころですよ。ちょっとあの人とも、はい、あの2時間もの随分やらせていただいて、はい、必ずメール来るんですよ。ところが僕メール知らないんで、こう打つのが、うんうんうん、こう何度も何度も、うん、だからここでね、うん、本当にお礼を申し上げてありがとうございました。角地加子さん、喜んでおりますよ。ケイシさんは、うん、メールが来たと、本当にありがたい、うん、うん、
そしてケイシーさんがグラッチャと言いたい人第1位は誰でしょうか。入り口の神さんですね、エイコさん。エイコさん、やっぱりおかみさんですかね。はい、だから今日ここへ出演させていただくためにね、はい、また余震があると危ないからってんでね、うん、あのこう戸棚なんかこう止める金があるでしょ、はいはい、それでねうちの女房、うん、壁に貼り付けてきました奥さんまで揺れるとね危ないからね、危ないからそれが大事だってことですね、はい、それが大事、これ大事です、ね、全部あの上半身揃いました、下半身も脱がして揃いました何を言ってで近所の人から1000円ずつ取ろうかと思って1000円ずつ取ろうかと思ってお見舞い金こういう時やっぱり女性って気丈夫ですか、やっぱりこういう時はすごい女性はあの第1回目仕事終わって家に帰ったちょうど2時です、はい、で46分に来たでしょ、はいはいはい、まず40何年一緒になっててこんな冷たいかなと思ったね、奥さんがガラガラっと来たらバーっていち早くに来た女房だケイシーさん置いて置いて置いて、うん、もう逃げた動かないもう、ケイシーさんはちょっと、うん呼びもしないんだよ庭の真ん中行って庭の真ん中来ました、真ん中行ったのうちのかみちゃん、うん、で俺はもう暗がでこら、うん、立ち揺れ、立ち揺れね立ち揺れチーターしちゃってるよ、うん、本当そう怖かった、怖かった、本当怖かったですよね、うん、でその後、うん、あれ旦那さん忘れちゃったなみたいなことは奥さんなかったんですか、うんいやその時はね後で聞いたらねそんなとこじゃないよ私は私を守んなきゃと、うん、まだでも自分の命が大事ですから ね、うん、あの時はね本当ああ冷たい人だなだからこうやってね被災者のために一生懸命やってくれるね、嬉しいですね、ありがたい、いい奥さんですね、素晴らしいですね、ね、マスコミだけは嫌いなんですけどね、うん、そうダメだよマスコミは来ないと、マスコミだけ来ないと、うん、だから病気した時もね、なんとかって言うんで1回だけですよね、うちのかみさん出たの、あそうですか、ケイさんが病気の時ね、病気の時、うんうんうん、その時1回だけだマスコミに出たのは、もうやっぱり嫌だね、うん、昔は歌い手のくせにね、あそうなんですか、あと歌手だったんですか、セミクラクラシックやったじゃん、そうだね、そうですよね、でもやっぱりご夫婦っていいものですか、うん、いいでしょ、ね、新婚どうですか、私は独身ですけど、ね、検診してくださいよ、40何年、はい、40何年ですか、40今4年なのかな、44年、一緒にいらっしゃると、あと1年でノエルクールですよ、はい、あと1年でノエルクール45周年ですよ、ああそう44年連れ添って、どうですか、ね、今は楽しいですけど、これから何十年、ね、一緒にいたらどうなるんだろうなと思って、やっぱり嫌になりますよやっぱり嫌になりますよ、でもこういう時にありがたみを感じるんですよね、やっぱりね、あのね、やっぱり夫婦ってのはね、今よくやっぱりこう芸人長い間やってると分かるんだけども、やっぱりそれぞれ芸人のかみさんもたくさんおりますけども、うちのかみさんっていうのはね、その芸に対してとかなんとかって批評はすごいけども、うん、あとカラッとしてるんですよ、ああいいですね、うん、言うだけパッと言って、カラッと、あのドラマの時なんやあの目つきとか言われる、そんなこと言うんですか、ドラマの時、まあ、芝居に対して、うん、何言ってやるの、うん、だからあと何も言わない、うん、そうだけ、うん、悪いとこだけパッて言うの、パッともう修正するから、そこで直しがいいんだ、ね、そこでもうその夜ありがとうっつって体を許し合う今77 77歳、うちのかみさん74、もう一切できません、一切できませんさあ本当にでもこういう時はやっぱこういうユーモアが一番大切ですよ、やっぱしね、はい、それでね、ケイシさんを、ね、見たいっていう方はね、こう2つライブがありますので、地元での活動の他にも、ま、東京でも ね、はい、ね、いろいろと活動されます、4月の23日土曜日、4月の23日の土曜日です、もう近づきましたからね、はいはい、武蔵野市民文化会館で、はい、2時開場2時半開演、うん、これは春風亭小朝、ケイシー高峰、林家たい平、爆笑3人会、いいメンバーですね、頑張ろう日本という会があります、はい、小朝、ケイシーさん、たい平さんと、はい、ね、ぜひこれはね、うん、電気の問題なんかでね、発売遅れちゃったんですよ、決定がね遅れたんですね、やるということは、ぜひこういうメンバー、この3人なんて、これはいいですよ、あまりね、うん、
平さんの刑事が入るというのはね、すごい怖さ大変ね、武蔵野市民文化会館は三鷹吉祥寺の駅から行けますね、はい、チケット代の一部を日本赤十字社を通して寄付させていただくという土曜日なんでね、行きやすいと思いますんで、土曜の2時半からですからね、国会議員ぜひ見に来てください、ね、23日土曜日です、これが、そしてもう一つありますね、5月14日の土曜日、これが2回ありますからね、5月14日の土曜日は横浜にぎわい座で、玉置さんがお昼午後1時開場、ね、そして、1時開演ですね、夜の部は夕方4時半開演で、昼と夜2回ありますから、ドクター・ケイシーの公開診療 in にぎわい座パート7ということで、これお客さんにね、カルテを渡してる、どこの悪いかって、一般診療、ね、それで、上がってきてくださって、これが面白いです、やっぱり石倉三郎さんとやりますからね、それで今度山口君の竹田君とかね、山竹も出ますから、サブちゃんがまた面白い人、面白いですよ、サブちゃんは、横浜の方は5月14日土曜日です、これも失礼になってね、毎年やってますから、昼夜2回ありますから、ね、ぜひどうぞお越しください、というわけでございまして、じゃあせっかくですからラジオ切り目さんに最後メッセージを、やっぱりいわき住んで一番困ってるのは漁業関係者それと農業の方々なんで、もう絶対安心して食べれますんでね、もうどうぞ風評被害ですから、それに惑わされず、全国のやっぱりスーパーやなんかでもいわきのものって言うとみんな敬遠されますが、あとお子さんたちがね、被災してるお子さんたちが東京来ていわきだっていうとみんななんか、あるらしいけど、そんなことないようにぜひどうぞ一つね、人間というのは心と心の触れ合いなんでね、特にこの東京電力には申し上げたい、まず被災者の方飯舘村なんかに黙ってうちを一軒別のところに建てていただいて5000万ずつ払っていただきたい、でケイシーには3億そうですね、安心して食べてください、本当です、また、いわきに帰られて炊き出しもされるんですね、ありがとうございます、お忙しい中ありがとうございました、じゃあケイシーさんリクエストがあるの、好きな曲じゃあ1曲かけてお別れしましょう、これケイシーさんなぜナタリーですか、ナタリー好きな曲は大好きでイグレシアス大好きなの、じゃあこちらでお見送りをさせていただきます、フリオイグレシアスでナタリー、今日のゲストはケイシー高見さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、